音程ザッ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 お疲れ様です。お疲れ様です。誰の真似ですか？社長っす。全然見てねえ。今日はね、なんちゅうかな、なんちゅうかな、なんちゅうかな、ちげて、はい、やめぞ、めぞやめぞや緑全然じゃ、にゃんちゅうみたいになったよな、ごめん。にゃんちゅう。今日はですね、はい、あの、みっちゃくんにちょっとお願いがあって、はい、呼んだんですよ。お願い。はい、なんすお願いって。最近見てます動画、練り替え。全然見てない。俺が出てるやつしか見てない。見てないんですか？全部自分が俺が出てるやつしか見てないですよ。あ、マジですか？だからひまか島ぐらいで止まってんじゃない俺。ひまか島の前にあれがありましたね、24が。あー、24もあったけど、24長かったで見てないの。最初の10分だけ。48分ありましたからね、あれ。ね、最初の10分だけ。何お願いって。そう、あの、最近の、結構足場班の動画見てもらうと分かると思うんですけど、はい。たるんでるんですよ、すごい。あ、その足場班が？はい、特に翔くん。って知ってるんだけどね。打ち合わせ済みなんだけどね。何お前、そのよりささしいな、こいつ。翔くんが特にたるんでるんですよ。いや、翔は結構飲むで、俺知っとるよ。あ、マジですか？結構だって、宅飲みするでね、あいつと。だって、夜飯も多分あいつ、今一人ぐらいしたら一人で住んどるやん。はい、もう電話してさ、あいつ絶対外食だもんね。はい、家に、その、飯ないから。はい、家に飯ないだろう、今から俺ん家来いよって。なんか前カレー食いたいっつったのね、はい、カレー作ったるはっつって。付き合ってるんですか？いや、付き合ってないけど、いや、カレー食いたいっつったので、カレー作ったるで今日とか言って、来いよっつったら、あ、すぐ行きますとか、そこ来たやつ。二股じゃないですか、ね、何が二股やねん。全然違うわ。まあ、誰が一番たるんどんの？翔くんじゃないですかね。あー、翔？遅刻が目立ちますね、やっぱり。あ、まあまあ、それはいかんよね。じゃあ、まあ、何、まあ、動画になるすると、リュウジ君と、ショウと、カンタ君と、トシ君。トシ君は、別にそういう情報は回ってこない。トシ君にも言った方がいいんちゃうの、それは。言えます。何か、俺は全然言えるよ、普通に。あ、マジですか？その代わりトントンでやって、これ YouTube なんで勘弁してくださいよって言って。じゃあ、まあ、ドアは飛ばしましょうか。とりあえず僕叱りますんで、みんなを、はい、ね、理不尽なこと言って。まあ、皆さん、ドアまで領域転換。じゃあ、着いたな。着きましたね。なんでそんな柄の悪い立ち方だね。ああ、俺は物申し、物申させてもらうぞ、今日は。なんか感動しますね、みちくんが。みちくんがここにいると。だろう。いるのか、トラックが少ないような気がしないでもない。まだ着いてねえんだ、多分。あ、マジで。俺の説教しようと思って、さっき電話したんだろ。はい。みちくんが、お前はどこなんだって。てめえらも何やっとんだって言ったんだけどさ、はい、マジだよ。マジで？マジで？てめえら何やっとんだって電話したんだけど。ガチですね。ああ、はい、そしたら、今現場にいますって言ったら、ね、はい、まあまあまあ、まあ、ええわ、待っとるわ。あそこ、今集まってるやん。日本人とベトナム人のトップ。はい。3人で同じ店雇って。え、マジっすか？シアトルの上じゃ。やばいっす。どういうことなんだ？仕事してねえよ、これ見て。笑ってる。確かに。あ、とりあえず途中しよう。何、さっきから女の画像ばっかり見たんですか？ちょっといいですか？一人一人暇じゃねえよ。全然暇なんだって。暇じゃねえ。暇じゃないってやつも暇なんだね。いっぱいやっとる。全然早く。早く早く。迷惑だな、お前ら。迷惑じゃねえよ。迷惑じゃねえよ。なあ、こっちが迷惑しちゃうよな。いや、今日物申しに行ったんですよ。辞めた人間が物申すってこと。いや、一番嫌な人かと。いや、そのどうだよ。一番恐れていた。いや、恐れたけど、でも元まではいいと思った。元まではこいつらが悪い。何がこいつらが悪いもんだよ。誰もが悪くない。別に俺が悪い。わかんないけど、まずその物申しに来たのは最近寝坊してるらしいじゃないですか。寝坊してないね。え？寝坊してないね。知っとるっすって。あ、防犯カメラあるんですよ。ないよ。ドバにあるっすよ。ない。いや、知らないっすよ。知らん。社長が前に来てるっすよ。で、お前ちょっと行ったってくれっつって。そしたらでも社長が多分間違えとるね。いや、でもなんか最近ベトナム人修正な働かしてるから。あ、それはベトナム人が電話かってくる。これ、マジで。なんてそれ揺るぎない証拠っす。ねえ。いや、俺あれはありえんなと思ったもん。どういうこと？ベトナム人だけ働かしてさ。ダメでしょ、人として。多分それも間違えとるね。いやいや、ベトナム人が電話かってくる。そのベトナム人がじゃあ間違えとるかもしれん。まあ、名前覚えてないけど。名前覚えてないけど、いつ電話かかってきたら。最近毎日、私の残業。日本人動かないで。で、今日はもうこうやってカメラ回ったりやっとるやん。
いや、今日カメラ回ったらみんなに言っとるやっとるわ。カメラ回ったらやっとる。前回の YouTube のあれからやっとるわ。いや、あれから。あれから。何年かあれから。あれから。あれからやっとるわ。あれから。まずなんか、休憩時間が長すぎるとか。休憩は全然してねえ。なんすか、じゃあ、じゃあサボったらんってことですか。サボったらじゃあ誰に聞いてもいいんすか。誰にも聞いてもいい。じゃあサボったらどうします。サボっとったら、みんなに聞いて。サボったら僕の前でこうやって、一回こう、一回やってって、ワンって、ボトルいきます。僕がこうやってやるの。サボっとるって言ったやつ、全部ボコンするわ。一人怖い。話が変わってきた。それは絶対怖いやつね。そんなことやったら社長がボコンしてくれたサボってないのかなって。サボってないわ。じゃあいつも一人ずつ今から聞いてくれ。もう消去法だわ。リュウジ君は白っすね。じゃあ、ああ、まあ、とりあえずリュウジ君は白な。ありがとうございました。ありがとうございました。ご協力いただき帰れ。ありがとうございます。ご協力いただき帰れ。はい。こんな砂ぼこりがあるとこに来たの久しぶりだ。普段デスクワークだで。マジっすか。なんかで翔さんって言わせて、なんかでサボってるって言わせて、編集でくっつけましょうよ。ああ、そういうこと。はい。どうすか、どうすか。あ、翔さん全然本当だバカ野郎。はい、お疲れ様です。待て、いいです。はい、はい、はい、最近よ、はい、日本人釣り込みやってるか。みんな今はみんな日本人もやってます。昭和、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 昭和やってます。昭和やってる。やってる、やってる。はい。一回一回日本語の練習、日本語の練習、日本語の練習、日本語の練習。受けてほら、そう、サボっとる。おお、うわ、これはやばいです。オッケー、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 ごめんなさい。ちょっと魅力分かりません。今はもう、あれだろう、否定的な証拠があれな。やばいっす。これは物申しなあかんな。はい。まあ、じゃあ次は誰。次はイケメンか。とりあえず、そうっすね。おったおった。ちょっと変わったって感だろ。いや、そう、かわいそう。 YouTube で数字を持ってる男。いや、そう、物申しに来たんだよ、お前。はい、物申しに来たんだ。最近たるんでるらしいがよ。お兄ちゃん、たるんでる。ユウ、やっちゃうよ。最近たるんでるって。たるこみが入ってた。どうすか。じゃ、誰からかは言えんけど、それがその人はかわいそうじゃん。まあ、そうですね。朝もこんって。朝来ない。朝何、何時違うの。いや、変わってないですよ。6時半、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 6時半。ここはちゃんと来ますね。来たの。はい、本当に来たの。いや、本当に来たの。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。それでいいの。ファイナルアンサー。どうするの、もし来たらかな。どうするの。一回来てらんかったら、俺もファミリー動画に出ていい？全然いいです。長島ついていきます？俺もファミリーチャンネルいいから。あ、みんな口をつけてもらっていいで、こうやって食べてます。それやばいっすよ。何、メモしてないの？いや、してないです、してないです。今？全然してないですよ。メモしてないか。じゃあ、あれは、ベトナム人実習生のだけやらしてる。あ、積み込みですか？なんか、もうでも、あれから毎日やってる。あれからかいっすね。あれから。あれからだって、普通に。毎日、毎日。てんてんてん、あれからさ、僕は旅立ちました。いや、もうほんとみんなやってますよ。やっとんの？サボってないの？誰から聞いたんすか？いやいや、まあそれはな、あんまり言えんけど、マリアージュは伊藤ってやつだ。おはようす。いや、名字だぞ、名字だぞ。あ、名字だ。そうそう、伊藤ってやつから聞いた。俺タルンドルでカツ入れてくれ。伊藤、本当にタルンドラ、もうタルンドったらもうこれボコボコにしようかなって。いや、タルンドラないですよ。寝坊もしてないし、してないです。実習生も今やらしてないし。やらしてないですね。おい、どうなってんだよお前。はい、どうなってんだよお前。何がすか。お前、タルンドねえかよ。いや、いるじゃないですか。でも、あー、まあ最後は前よ。ありがとう。最後、うん、まあ最後、まあ大鳥があるから、ショーショーなんか寝坊してるらしいで、なんかまあみんなは今してないってね。はい、リュウジ君は最後怒られちまった俺。
なんでです。まだ迷惑なんだ逆に。それはちょっと申し訳ない気持ちになりましたけど。俺もうちょっとさ、もうなんかそろそろ休止に言われたら、正代気になって疲れてる。ありがとう。あっす。あっす。あっ、ちょっと待って、おい、今女と LINE しちゃったよ、お前、おい。ちょっと聞くな、お前、今。今、見えた？見ました。普通に。抑えました。反射したら、普通にストレートヘアの女の子の髪、戻って、見てる。はい。今日来たのは、はい、紛れもない。お前らがサボっとるって言ったら。サボってるんです。たるんどるって。どれがすか？いえ、まあ、それは言えんけど、匿名できたから。で、さっき、実習生から。ありましたね、タレコミが。ああ、実習生からまずタレコミがあったよ。まあ、お前何、最近寝坊だろ。マジでしてないです。今日は、聞いてください。ね、聞かんて。したかしてないから。してないっす。してないんか。してないっす。いいんだろ、それでいいんだろ。マジでしてないっす。本当にそれでいいんだろ、はい、本当にそれでいいんだろ、はい、本当にそれでいいんか、はい。ああ、知らないしよ。まあ、で、寝坊してないと。そうっす。ああ、引っ越してから。でも寝坊してないとか。あ、でも、あれからあれからみんなあれからだろ。いや、あれから。あれから一回はある。一回あるんかい。まあ、その勝つ入りに来たんだ今日。すいません。で、あ、もう決定的な証拠がね、さっきベトナム実習生からあった。まあ誰かは言えんけどな。いや、わかる。ルックでしょ。ルックでしょ。もうバレた。あいつしか日本語喋るから。俺らは誰かとは言え、まあまあ、そやな、 D さんですね。あ、まあ D さんとか D さんしかおらんやん。いや、あるって、うんこっくも D や。あ、まあまあ、ない、まあ、誰かは言えんけど、サボっとるって。翔さんサボってるって言ってた。言ってました。うん、さっき、おい、翔さんサボっとるって。まあそこら辺どうなの。サボってないっす。それ言い張れるの。いや、もうガチ。いや、なんかそういう、まあ、じゃあ俺も証人連れてくるよ。いいっす。いいよ、証人連れてきていい。連れてきますね。面白そうっすね。証人連れてくるよ、一応待っとけよ。はい。あ、ね、ほら、来ました。まあね、悪い人がここにいるからな。悪い人がいるから。まあ、それ威嚇はダメだよ。はい、もうどうした、足出したのか。はい、なんだって、来いって。翔さんはサボってるんですか。あ、サボってるです。あー、なんでサボってるですって。おい、あ、このままダメなんちゃう。仕事中何やってるの、いつも。昭和何も思っちゃってないです。え、何もやってないの。何やってるの。何も思っちゃってないです。何もやってないけど、はい。いや、女差し入れのばっかで見てる。おい、お前、お前、これはダメだろ、お前。いや、多分見るよ、それは。で、何、まあまあまあ、まあまあ、茶番だけど、まあ、本当にショーはどうなの。サボってんの、サボってないの。まあまあ、本当のことだよ、本当のこと、本当のことだよ。いや、本当っすか。うん、本当、本当、本当っすよ。本当ってのは、本当じゃないね。今をね、俺言わしとったけど、まあ、ハクヨンさん、言わしとったけど、じゃあ、本当のこと言っていいよ、本当のこと。本当っすか。うん。本当にサボってる。本当にサボってる。ちょっと待って。おい、いやいや、いい。お前、ちょっと、お前、やばいだろ、お前。すみません、おいしそう、おいしそう。いや、いや、いい。いや、そうやって思うとなったら、それでいい。いや、本当？サボってない。本当？サボってないっす。あ、本当サボってない。あー、頑張っとる。はい。ということでね。何？これは何？私、今日ね、はい、この人に、はい、足場班、仕事してない、サボってるって。足場班怒ってくださいって。ねえ、この人に言われたの、私。あ、はい。足場班どうなの、頑張ってるの、みんな日本人。いや、日本人が頑張ってる。そう、スニーカーもちゃんとやってんの。ちゃんとます。朝寝坊はしてない。いや、しないっすね。おお、じゃあ、あら、優秀やん。すごいですね、めちゃくちゃ。今しないっすね。ね、本当なくなったよね。そうそう、なかったっす。なくなったよね。ちょっと、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 おい、ブラックやん。言うな、言うな。まあ、でもね、真面目にやってるってことで。何これ。いや、ミッチー君安心させようと思って。ああ、そういうことね。そうっす。お前はそういうことか。みんな真面目にやってるのを、そうっす、いや、まあ、肌で感じてみて。そう、 YouTube だけだと、はい、離れたミッチー君が心配かなと思ったんですよ。ああ、そういうことね。なんかあんま良くないあればっかじゃないですか。いいよ、全然。カメラ止まったら置いてて。はい、カメラ止まったら置いてて。結局はじゃあ、まあ、サボってないと、足場班ね、ちゃんと朝もちゃんと来てるし、みんなやつにどんどんやってるし。はい。なんもねえじゃん。なんもないっすね。なんも突っ込むとこねえじゃん。安心させてあげようと思って。ただ単に、
元職長を安心させたかったのかみたいな。サムネ全然ちゃうけどな。物申すって言ってみんな一列並べてるから。違いますよ。物申すって言って翔くんが正座してみちが腕組んでます。ああそういうこと、はい、それか俺がこう正座してみんながこう出るんですよ。物申すそんな感じですかね。はい、マーシュバーンがちょっと頑張ってるってことでね、別に僕が突っ込むところなかったと。よかったっす、はい、逆に物申されます。はい、でここが 何があったんだっけ。はい、番宣あるでしょ。番宣番宣番宣インスタグラムこれはね、女の子がちょっと言い待ってますね。堀川翔と女の子を つなぐマッチングアプリがもうすぐ。それただの Tinder じゃないですか。怒られるやばいよ。もうすぐ作られますんで、はい、まあぜひ。いやまあちょっとね、おかしくなっちゃうから本当に作られると思っちゃうから、塗り替えどうしようくらいの規模になったら本当にアプリ作っちゃうね。じゃあ使わないですからね。はい、本当に使わないですから。はい、まあそういうことで、まあ最近足場ちゃんとやってますということで、はい、ね、まあこれからも僕も頑張りますんで、はい、一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。はい、また見てね。